疲れ様です。おはようございます。今日は職人のお昼ご飯、どんなもん食ってるのか、はい、なあ、ちなみに誰から行こう。じゃあ今米買ってきたんですよ。はい。でいつも普段こんなような感じで、はい、昼現場で、一日現場だとお昼も現場で食ったりとか、はいはい、近くのご飯屋さんで食ったりとかしてるんですけど、はい、今日たまたま近くにコンビニがあったもんで、コンビニがあったので、コンビニ飯で。そうですね、コンビニ飯で、はい、結構がっつり系ですか。そうですね。あ、カロリー高そうですね。なんでお前そんなにお前テンション高いんだ。テンションがまた。ご飯食べるとかテンション上げたら。爆速さんの今日のお昼ご飯は？爆速さんの今日のお昼ご飯はこれですね。満腹カレーチャーハン&チキン南蛮。あー、がっつり職人飯って感じですね。やっぱ揚げ物とか味ご飯とか好きですか？そうですね。カロリーが高いやつが美味い。そうですね。仕事柄やっぱりカロリーだいぶ消費しますからね。消費しちゃうんですかね。はい。それでは何からいきますか。はい、これからチキン南蛮から。チキン南蛮から。ちょっとそんな見んといてください。いやみんなも注目してる、はい。普通ですね。まさかの普通が出ましたけど。じゃあ僕のうちのご飯見せましょうか。はい。はい、ミッチーさんは今日は？ミッチーのご飯。和風ハンバーグ弁当。美味しそうですね、また。と、はい、と、まだありますか。と、僕、はい、野菜好きなんですよ。あ、ベジタリアンですか、結構。コールスローサラダ。あ、これもうまそうですね。と、はい、デザートにアップルマンゴー。あ、デザートまで。自然解凍。この暑い夏なんで、自然に解凍できるんで。あ、美味しそうですね。これに置いておきます。はい。じゃあ、俺もちょっと。はい、じゃあ、食レポするわ。食レポを。食レポするわ。じゃあ、俺結構プロだからね。ちょっと一緒に喋っていただきたいと思います、はい、うん、ハンバーグの王様や。あれ、出れつまらないやん。彦摩呂さんですか、それ。熱いよ、まあ、やっぱ肉系が多いですか。多いですね、でも、あ、でも職人でもガツガツしてるもんで、あ、肉とかなんかそういう揚げ物とか、そうですね、パワーがね、いりますからね。はい、でまあ2人はまあこんな感じなんですけど、はい、はい、小山さんは今日お昼は、今日は自炊、あれ、な、何ですか。おにぎりっす。おにぎり、おにぎり、それお母さんに握ってもらったんだろう。自分っす。自分で握ったの。自分で手料理できるんですよ。なのでこんなに四角いんですよ、おにぎり。自分でもこういう風に握っちゃうね。あれ、それだけですか。こんだけ持ちます、それだけで。はい。え、結構持ちます。そう、燃費いいですね、結構。はい、ね、燃費じゃなくて、これ多分水分をすごい取るんですよ。あ、そうなんですね。ああ、お前どれくらい取ってる。今でどれくらい取った。今、これ3本、4本くらいいきますね。これ今3本目、うん、いや、これ1本目なんですけど、はい、1日にだいたい3本、4本くらいいきますね、これ。 8リッターぐらい。すごいですね。でもそれを飲むもんばっか飲んどるもんね、多分ご飯が食べる。あ、なるほど。で黙々と食っとるんすけどね。爆速。美味しそうに食いますね。飯も爆速ですわ。爆速の爆食いですか。そう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 。お前コメント。あ、ちょっと、ちなみにこれ何が入っとんの、これ。何も入ってないです。何も。これ何も。ふりかけだけです。何のふりかけとかですか。野菜ふりかけですか。野菜ベジタリアン。はい。ベジタリアンなのに太ってよ、お前。足場班にしては珍しい感じの、ちょっとメタボチックな、スマートな人とかマッチョな人とか多いですもんね、足場班は。はい、脱いだマッチョ、脱いでみ、脱いでみ、やばいっすね。全身モザイク買っちゃいます。どういうことですか。全身モザイク入るわけでだろ。インナーマッスルだったっけ。ああ、はい、ありましたね。インナーマッスルだったっけ。インナーマッスルの秘訣はチキン南蛮。そうですね。嘘、チキン南蛮、鶏ですか。鶏肉ですね。チキン南蛮って鶏肉なの。チキン、あ、チキンと鶏か。そうですね。ごめん、俺の頭悪い、あれしちゃったわ。プロレス風に行ってみますか。見て、プロレス実況。プロレス実況。あった、さあ、テレビコーナーにハンバーグ追い込んだとか言って。あった、一口、いや、何を行くか、何を手を入れますか。コーンを食べた。もう一個コーンを食べる。コーンに攻めていく。その次はご飯。そしてハンバーグ。いい食べっぷりだ。あ、愉快なランチ風景ですね。でも、まあ、そうですね。でも飯もう本当、もう普段この1日おるとやっぱこういうとこで食べれるんですけど、はい、もう普段は
どういう飯？移動飯ですか？もう移動飯、トラックの中で移動、車中飯みたいな。それだけ結構時間に追われて、だもうお昼休憩っていうのは基本的にもう現場から現場の区間がお昼休憩みたいな感じ。ああ、なるほど。運転しながら大変ですね。慣れですかね。最初は難しかったですけど、今慣れすごいね。進行で止まってバクバクって食べて、いやもう始めないわ、完全にそれいいのかこれ。ちょっとやばいかもしれないですね。足場派の中で誰が一番食べられるんですか、大食いの方は。これ少ないですね。まあ今日少ないですけど、夏は少ないですけど、あまりちょっと食欲が熱いと進まないですよね。冬はやばいですよ。冬はすごいですよ。どれぐらい食べるんですか。でも本当に普通にサンゴほど食っちゃうです。サンゴ、本当にいけるですよ。そうですね。家で家です。で、迷惑やん、お母さん。お母さんめちゃめちゃ迷惑やん。サンゴ食ってもこのホストなんですよ。そんだけ味わうと、はい、やっぱカロリーを消費するってことですね。で、こいつがどんだけ消費してないこいつがどんだけカロリー消費してないか、多分一発一目瞭然。でもこれでも7キロ痩せたんですよ。あ、そうなんですか。そうです。2ヶ月で7キロぐらいですか。いや、1ヶ月の時点で7キロでした。へえ、やっぱそれだけ体使うんですね、やっぱり。で、目指せ何キロ。目指せ何キロっていうより、あの腹筋をバキバキに割ってみたいですよね。目標。目標、はい。何月までに腹筋を割りますって。で、今の腹筋とビフォーアフターですか。4ヶ月のビフォーアフターちょっとやろうよ。ライズアップバリにやりますか。いいじゃん、それ。できんかったらどうする。できんかったら、チャネさんとショウさんに、まあ、どっか飯をおごるみたいな。おお。定食屋さんですか。定食でちょっともっとハードル上げない、上げた方がいいです。ジョジョ園とか結構自分に焼肉は。だから送信とお前だってもう絶対やらんもん。お前がそのできたらね、俺にジョジョ園、できんかったらジョジョ園送ってくれやん。でもしできたら俺ら2人だもんね。2回はジョジョ園送ってあげろお前に。うん、腹筋バキバキになったらそれでいい。それでいいね。だって1回分だけ出していいもんね。それでいい。はい。じゃあ4ヶ月後にね。4ヶ月後に楽しみですね。はい。そこぐらいですね。あれでもちょっとまだ力入ってる。いやいや、入ってないです、入ってないです。お肉乗ってる。お肉乗ってるんですよ、若干。ああ、ちょっとぽっちゃり。ぽっちゃりです。はい。これが4ヶ月後には腹筋バキバキ。バキバキになってます。なったら徐々に。はい。で、もしならなかったら、あのコメントしてくれた人にこいつ、あの一人ずつ徐々に怒ってくれる。コメントよろしくって言われたの、お前。いや、多分見てくれてる人は応援してくれますから。お、じゃあ、4ヶ月目標で、シックスパックへの道。シックスパックへの道を、はい、やってこうか。はい。もう昼飯、なんか普通に飯食ってる時にね、こんな感じになるんだ。まさかのスピンオフ企画ですね、これ。いいね。はい。で、お前がバキバキになったら俺らが怒ってあげて、バキバキにならなかったらジョジョ園が怒ってくれる。はい、いいっすよ。いや、でもあのあれですよ、本当にパワハラとかじゃないですからね。本当にこれ自分で言ってきましたね。どう思いました。ちゃんと後でちょっと契約書が出てるわ。紙でかわしてね。なんか訴えられたら怖い。そうですね。ああ、完食ですか。今日完食です。まあでも、ええ、結構コンビニの飯あんまり好きじゃないんですよ。いつもどっか食いに行っちゃうんですけど。あ、はいはいはい。でも時間ない時はしょうがないですよね。まあそうですよね。食べないと。結構、うん、他の足場さんでもそうですもんね。はい、移動飯っていうのはもう当たり前だもんね。はいはい、結構コンビニとか行くと見かけますもんね。そうですよね。はい。でもうご飯食べ終わっちゃったんですね。そうですね。はい。お前もう、あ、お前本当にいるだけ？はい。そう。お前倒れるね、お前。あ、そうですね。今年夏しょっちゅうちょっとあのダウンしてる。おおおおしちゃった。ああ。しょっちゅうですよ。前までもう暑かった時は毎一日2、3回ぐらい。2、3回ぐらい普通に吐いてます。吐くんですか。しんどくてですか。熱中症でですか。いや、分からん。そこもう癖がついちゃったんですよ。あ、吐き癖。ちょっと迷惑つきました。いやいやいや、大丈夫ですか。最近ちょっと涼しくなってきたので慣れてきたんですけど。はいはい。まあ、お体にはお気をつけて、ね、ということで、はい、今日は足場の昼ご飯でした。はい、突撃足場の昼ご飯ということで、今日美味しく食べれたんで、はい、まあ、また今度ちょっと
飯屋とかが出なくても無理ですもんね。ちょっと許可がね、いりますよね。まあ、ぜひうちを使ってもいいですよっていう飲食店の方々見てらっしゃったら、はい、ぜひ、ね、ああ、嬉しそうですね。コメントをしていただいて、はい、お店の方の PR も含め、お店の PR も含め、はい、乗り換え TV も含め、はい、ピッチ TV も含め、そうですね、全員の耳だったね。そうですね。また見てね。手売れや。